何を突然わけのわからんことを。お父さん、俺がお前とサラの、俺とつぐみ別の世界なんじゃそれ。2017年ね。お前が生まれたのはいつだったっけ。西暦で言うと。なるほど。じゃあどうしてお前は2017年の世界のことなんか知ってるんだ。騙す騙すね少年、よく考えてみろよ。俺がもしも仮に2017年の出来事を繰り返してるとしてもだ、2018年に生まれたお前のことを騙せるはずがないだろ。現実的に考えれば17年前と同じことが起きているとお前に信じ込ませることは不可能なんだよ。わかるか。それよりどうして同じ出来事だとわかる。どうして同じ言葉を言っているとわかる。どうしてお前は自分が生まれる前の歴史なんかを知ってるんだ。そろそろ正体を表したらどうなんだ。お前は一体何者なんだ。そうかそうか、自分の話になると突然だんまりですか。わかったよ。だったらまずは俺の本当の名前を教えてやろう。そう、お前が言ったように俺は倉成武ではない。俺の本当の名前は鏑木涼吾。鏑木涼吾。思い出したんだ、僕の名前。くわ、古い木。涼しい剣。Thank you.
クジラさん、クジラさん、今何時だ？午後9時だ。違うよ、ココタケジョンとデートしようと思って。
知ってると